強制か。貴様の仲間は帰ったぞ。今さら何をしに来た。国威の鏡師からの伝言。一人目の自分が原因でデリス・カーラーンを滅ぼす罪まで背負うのは寝覚めが悪いから協力させてほしいとさ。元の世界にいる本当の私が大いなる実りを持ち帰るはずだ。私はそれを確認できればいい。ただ何かの時のためのスペアは確保しておきたいんだろう。わかるさ。ところでうちの親分はゲフィオンと一緒に異世界からの具現化技術を完成させた人間だ。こっちにつけとは言わない。普段はこの城にいてもいい。でもまあ良ければ救世軍の方にも顔出してくれよ。別荘感覚でな。なぜことさらに軽薄を取り繕うのだ強制。こんなこと行かれてるって思うからだよ。それでもうちの親分はゲフィオンのためにこの世界を救いたいんだ。だったら行かれてようが望みを叶えてやるしかねえだろう。あんたは誇り高い一匹狼だ。鎖につなぐつもりはない。だがこっちにもデリス・カーラーンの関係者やら大いなる実りに詳しいやつやらがいる。利用してくれて構わないんだぜ。お前も去れ強制。必要とあらば立ち寄ってやらぬこともない。そいつはよかった。救われてるといいな。あんたの故郷いらぬ気遣いだ。だな。それじゃ失礼するぜダオス陛下。久しぶりですねマーク。なんで。相変わらずの間抜け顔ですね。敗戦。そういう軽薄の呼び方はやめなさい。本当にいつまでも子供なんですから。マジかよカーリア先輩。なんでこんなところに。こんなところというのは失礼ですよマーク。小さなミリーネ様を助けてくださってありがとうございます。別に助けたつもりはない。聞くべきことを聞くまで生きていてもらう必要があっただけだ。無駄であったがな。小さなミリーネ様に記憶の共有はなかったのですね。あの者の記憶は欠落している。ミリーネ様が私を切り離したからですね。それだけじゃないみたいだけどな。パイセンは知らねえだろ。二人目のミリーナがどうやって具現化されたのか。どうやって。それはどういう意味ですか。フィルに聞いてくれ。パイセンにならフィルも話すだろう。貴様はなぜここに来た。セールウンドの人体万華鏡が崩壊しかかっています。魔鏡の誤布によって一時的に食い止めましたが。私が訪れた時に反応していたあの鏡か。あれはミリーナ様、人体万華鏡を守ろうと侵入者を検知するために設置したものですが、小さいフィル様にご協力いただいて封印強化に転用したんです。小さいフィルってジュニアのことか。なんであいつがセールンドに。マーク、人の話に割り込んではいけません。はいはい、すみませんねパイセン。話を戻します。原因はまだ分かりませんが、虚無に漂う死の砂嵐がうねり出したと聞いています。それが人体万華鏡に何か影響を及ぼしたのかもしれません。カーリア、そこの強制が何か知っているようだぞ。思い当たる節が2つほど。一つはテセアラ領の世界樹大樹カーラーンの異常発達。あの世界樹が異常発達しているだと。アセリア領の世界樹ユグドラシルにはその兆候がないみたいだな。それともこの後何か起きるのか。もう一つというのは。ちょっと長い話になるが、
この場を借りて説明して構わないかい、ダオ星が。帰れって言われたのに長居することになっちまうが。構わぬ、その軽口は気に入らぬがな。こいつは失礼、今後は気をつける。さてどう、それじゃあ始めようか。ダーナの神格とこの世界の成り立ちの話を。私本当に元気なのよ。私のことよりイクスの方が心配だわ。それに軽い気持ちで動いてみんなに迷惑をかけてしまったことが心苦しいの。ねえ、何か私にできることはない？ダメですよミリーナ様、今はおとなしく寝ていてください。ああそうだよミリーナ、それに君がしっかり休まないとカーリアにも影響が出てしまう。違うかい？それはそうだけれど、申し訳ないって気持ちがあるなら今は休んでそれから働いてくれればいいってマスターなら言うと思う。そういうマスターも全然休んでくれないけどさ。コーキス、イクスとは仲直りしたんでしょ？そんな顔しないで。イクスだってコーキスが心配してくれてることちゃんと分かっているわよね。失礼するぜ。っておいおい、どうしたコーキス、しょぼくれた顔して。 うるさいな、マークには関係な。誰だその人？カーリャ。なんですか、カーリャはここにいますよ。ミリーナ様。フィル様、本当に成功させてしまったんですね。え？マスターたちの知り合いなのか？彼女は。いいえ、フィル様。自分で説明します。はじめまして、小さなミリーヌ様。それに、イクス様の矯正コーキスも、私はカーリャ、カーリャネヴァン。最初のミリーヌ様、ゲフィオン様の矯正だったものです。ダオスに話をしに行ったらばったり会っちまった。それはこちらのセリフです。カーリャ、あなたが。よければ私のことはネヴァンと呼んでください。ミリーナ、いえゲフィオン様から切り離された後に自分でつけたファミリーネームです。小さなカーリャと混乱してしまいますから。カーリャが成長するとこうなるんですか？ええ、おそらくはダオス様のところでマークからこれまでの話を聞かせてもらいました。そして今世界がとてつもない危機に陥っていることを知った。私は何としてもこの世界を守らなければなりません。ですから小さいミリーナ様とイクス様に協力したいのです。それはあなたが本当にゲフィオンの強制なら俺たちの知らないことをアドバイスしてくれるだろうし、きっとありがたいんだろうけど。コーキス、大丈夫よ。マークが言うんだからこの人は確かにゲフィオンの強制なんだと思うわ。ああ、その点は僕も保証するよ。でもカーリャ、いやネヴァン、今まで君はどこで何をしていたんだい？ゲフィオン様のおそばに人体万華鏡となったゲフィオン様を守りながら助け出す手段を探していました。それと一つ訂正を、私はもう強制ではありません。強制であったものです。どういうこと？ずるいですねフィル様。それにマークもミリーヌ様たちに何も教えていないなんて。え、その話今しちまうのか。なんで俺を見るんだよ。強制はマスターである鏡師から切り離されて独立することができます。生体となった強制はマスターとのつながりを断たれると人間という存在とほぼ同じになります。だから俺
あんなに切り離されるのが怖かったのか。切り離されるのが怖い？生体であるあなたにそんな感覚はないはずですが、もしかしたらまだ幼いのかもしれませんね。バカにするなよな。武器になるところがまだ幼いゆえんですね。でも強制は本質的にマスターから切り離されることを嫌うものなので、気持ちはわかりますよ。ねえネバン、あなたゲフィオンを助け出す手段を探していたと言ったわよね。それは人体万華鏡から解放するってこと？はい。私はゲフィオン様とフィル様の計画に反対していました。だから切り離されてしまったのですが、もちろんこうなった今でも反対しています。特にゲフィオン様があんな風に犠牲になることは。自己犠牲は罪を犯した者の自己満足に過ぎない。気持ちは痛いほどわかりますが、それでも取るべき手段ではないと私は考えています。ゲフィオン様はもっと別の形で償う方法を考えられたはずですから。イクス様が生きていたらきっと同じようにおっしゃったと思います。すみません、つい偉そうなことを言ってしまいました。それよりゲフィオン様の人体万華鏡が崩壊の危機にあります。それを食い止めるためにも皆さんの力が必要なのです。つまり今は虚無に戻ったシドニー様が内側から封印を守りつつ、外側はネバンとジュニア様の二人で崩壊を食い止めているんだな。でもジュニア様はなんでセールンドにいたんだ？そのあたりはパイセン、ネバンパイセンが何も話してくれないんだよ。ジュニアとの約束だって。それがゲフィオン様を救うことにつながるのであれば、私は手段を選びませんから。じゃあその話は一旦置いておこう。マークは人体万華鏡の急激な変化、つまり虚無に漂う死の砂嵐の活性化は大樹カーラーンの異常発達と関係があると思っているんだね。実際タイミングが同じなんだから可能性は高いだろう。それとダーナの神格が傷つけられたことも大きいな。そうか、今ダーナの神格は魔の空域に移されてるんだよな。本来の場所から動かしてる上に壊れてて、ダーナの巫女も目を覚ましちゃって、全てが関係していてもおかしくないのかも。大樹カーラーンというのは異世界から具現化された木ですよね。何か際立った特徴などはないのですか？エミルとラタトスクから聞いた話だと、本来はマナっていうエネルギーを生み出して世界中に循環させる機能があるらしいの。でも一度木が枯れて種子だけになったのをロイドたちが芽吹かせたんだそうよ。そのあたりがロイドたちとエミルたちの間で認識がずれてるから何とも言えないんだけれど、エミルの世界とロイドの世界は同じ世界の過去と未来らしいの。それがキメラ結合して具現化されてしまったから。エネルギーの生産と循環、まるでキラル分子の生成と循環に似ていますね。確かに、やはり司教生か。司教生？なんだそれ。なんかすごく不吉なワードに聞こえるんですけど。小さなカーレとコーキスには酷な話かもしれません。でも話さずには進められませんから、お伝えします。カーリャ、司教生は文字通り死んだ教生の残滓、キラル分子生成の過程で犠牲になった教生の怨嗟が形となったものです。つまりそれって妖精を殺してキラル分子を作ってるってことですか？嘘、そんなの聞いてない。ああ、ミリーナは
まだそこまで習っていないはずだよ。それにおそらく強制に関わる記憶はゲフィオンが切り離したはずだ。カーリア、ネバンを切り離した時にね。鏡師は強制を切り離す時に強制に関する記憶も一緒に切り離します。そうしないと何度も強制を生み出しては殺すことに耐えられませんから。ゲフィオン様はそれ以外にもいくつかの記憶を私に預けていってしまいましたが。何度も生み出して殺す。それがセールンド王国のエネルギーシステムです。キラル分子を生み出す魔境機器はいくつか存在していましたが、強制を使ったシステムには勝てなかった。強制はキラル分子を大量に生み出す力がある。それを殺して取り出したキラル分子は魔境機器が生み出す量の何百倍もあります。これでセールンド王国はエネルギー問題から解放されました。そんな、それじゃあ俺たち強制はただの道具じゃないか。ゴーキス、それは違うわ。ゴーキスは道具なんかじゃない。イクスがどれだけあなたを大切に思っているかあなたにも分かるはずよ。うん、カーリャもよ。道具だなんて思わないで。あなたは私の大切な親友よ。あなたに何度救われたかわからないわ。ミリーナ様、カーリア、あなたを殺させはしない。あなたは私の大切な親友で私の心の守り手なんだもの。あなたを殺すことは私が死ぬことだわ。ミリーナ様、やっぱり小さいミリーナ様も同じようなことを言うんですね。少し羨ましいです。コーキスとカーレには辛い話をしてしまいました。すみません。でも司教生の問題はとても重要です。司教生は強制の墓場から生まれます。強制の墓場もまたカレードスコープによる世界の消滅で滅びたはずです。ということは死の砂嵐の中に司教生の残滓も含まれている。そして死の砂嵐は今活性化している。デミトリアス陛下、いや、デミトリアスはコーマを呼び出していた。きっと何らかの形で死の砂嵐にアクセスする方法を見つけたんだ。司教生の残滓というのもそこから漏れ出ているんじゃないだろうか。そして司教生は自らの生成システムに近い大樹カーラーンを住処にしている。住処にしているだけならまだいいが、そこで自己増殖している可能性もある。それがさらに世界に悪影響を及ぼしているのかもしれない。実際司教生はセールンド王国でも駆除対象だった。ひどい話だけれどね。なあフィル様、フィル様はビクエで偉かったんだろ。もしかして強制を殺してキラル分子を作るように命令してた側なんじゃないのか。だったら俺がここにいるわけねえだろ。こいつはバカでドジで救いようのないクズだが強制の敵じゃない。カレイドスコープの研究は強制システムを止めるためでもあったんだ。ま、兵器としてってところはフォローしきれないけどな。そうだわ、カレイドスコープは対象物のアニマを抜き出しカレイドスコープの中で反射を繰り返すことで消滅させる兵器。その際にキラル分子が生み出される。そもそもはイクスのご両親が残した魔境とキラル分子の生成器がヒントになったのよ。これは伝聞だけれど、イクスのご両親も強制システムを嫌っていて、なんとかそれに代わるものを生み出そうと研究していたそうだよ。司教生のことはもっと調べる必要がありますね。皆さんは浮遊島とかいうアジトに戻ってください。私はもう少し司教生について。おお、今の荒々しい腹の虫はでっかいパイセンか。食いしん坊なところ全然変わってな。黙りなさい。後輩のくせに生意気ですよマー君。人間はお腹が空くんです。別に私が特別食いしん坊なわけじゃありませんから。
なんだ、そういうとこやっぱカーリャパイセンのパイセンなんだな。なんですか、そのパイセンのパイセンってのは。だってパイセンより先に生まれてるんだから、パイセンのパイセンじゃ。それはそうですね。じゃあ先輩、カーリャのとっておきの飴玉を分けてあげますよ、先輩後輩のよしみで。それは無下にするのも悪いですから、いただいておきましょう。ありがとうございます。別にそこまでお腹は空いていませんが、好意はありがたくいただかなくては。それだけじゃ足りないでしょ。司教生のことを調べるのだとしても、一旦食事をとってからの方がいいわ。そうだな、ネバンパイセン食堂に案内する。ちっこいパイセンの飴はデザートにとっときな。コーキスも何か食べた方がいいわ。あなただって疲れているでしょ。そうですよ、ミリーナ様にはカーリャもついてますし。はい、わかりました、ミリーナ様。おいフィル、お前は。僕はいいよ。そう、まだイクスにいろいろと伝えなきゃいけないことがあるから、ちょっと図書室で頭を整理しておく。イクスにこれ以上嘘はつきたくないから。嘘？うん、この話は込み入っているから、また今度きちんと話すよ。今は体を休めることを優先してくれ。ええ、安心しろって、俺がちゃんと話をさせるさ。隠し事はさせねえよ。マークも案外信用なりませんけれど。言いたいとこつくな、パイセン。ねえネバン、食事の後でまたお話ししましょう。いろいろ聞かせてほしいわ、ゲフィオンのこととか。いえ、食事をいただいた後はすぐに出発します。やはり司教生のことは気になるので。そう、残念だわ。でも調査が終わり次第すぐに小さいミリーネ様のもとに馳せ参じます。その時にはどうかよろしくお願いします。司教生か。なあマスター、本当に大丈夫なんだよな。俺マスターのこと信頼してていいんだよな。マスターはギフィオン様みたいに俺を切り捨てないよな。